若田です。澤です。直人です。マッチです。今年の夏は袖はいらない。ケイチです。プライベートです。今日はね、今人気のハーレーダビッドソン T シャツを紹介します。イエーイということで、はいはい、はい、今回は今人気のハーレーダビッドソンの T シャツ大量入荷ということで、T シャツを紹介していきます。はい、今回プライウッドは何百枚だっけ。まあトータル1000枚ぐらいちょっとハーレーの T シャツを入荷してるんで、その中から、いろいろなハーレーを紹介していきます。いいね。はい、始まりました。はいいや最近若い子が店に来てハーレーを求めに来てくれるんやけど、ハーレーが結局何かを分かってないというか知らない子が結構多いから、動画で紹介したいと思います。はい、はい、はい、いいですよ。はい、じゃあまずはマッチ。はい、ハーレーって何。ハーレーダビッドソンです。ハーレーダビッドソンって何。バイクです。いやまあ間違いではないよ。間違いではない。バカの AI、うん、これこそこれこそバカの AI。 ええと思う。はい、ハーレーは、バイクのブランドになります。ね、はい、はい、どこのブランド、どこの国のブランドでしょう。アメリカ。お、正解。おお、やった暖かいアメリカの、ウィスコンシン、ミルウォーキーにある、バイクブランドがハーレーダビッドソン。はいはい、はい、これが一応 T シャツがあるんですけど、これミルウォーキー、まあこれとかこうやって T シャツがあるんですけど、ここに本社があって、まあこれとか結構だから人気かな、ハーレー好きな人には。はい、じゃあ次ちっちゃい声で簡単なのにしてくださいっていう。おい聞こえるか聞こえない。まあまあこれね、じゃあそうだな。よし、じゃあ簡単なのいこう。ハーレーができた年は、63年。63年。もっとはるか前からあるわかる。マッチ1927年。もっと前からある。え、もう絶対わからんなケイチ君わかりますよね。それはもう誰だと思った。ここはまあ分かってないとな。そう、もう190097年。ちょっと待って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 。俺生まれた後なんやな、それ、うん、それ誕生月じゃない。自分誕生年やろ。そう、そう、あーね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 。え、ちゃうな。正解は1903年にハーレーが始まってる。ちょっとかうん。で、第1号ができたのがでも1903年で、会社自体が設立通したのはその後の、1907年になります。だからかなり歴史のある、ブランド会社になるんやけど、まあ、かなり人気があるその会社やからこそ、アパレル、バイクだけじゃなくてアパレルでもかなり人気があって、でこのアパレルってなったらその中でもまあ名作って言われるのが何個かある。それをちょっと紹介します。はいはい、はい、はいはい、こちら。はいはい、さあこれ何。これとは、このこれとは。おいおいマジか。これとはバカしかおらん。マジかマジか。オッケー、マッチわかる。スカルウィングです。おお、珍しく当たってる。珍しく珍しく唯一知っとった言葉。そうです、これスカルウィング、あのスカルに羽、そのまんま、もう分かりやすいけど、でこれスカルのあの表情いろいろあるんやけど、このスカルウィングは結構名作って言われとって人気が高い
うん、ロゴになります。 OK、 じゃあ次、はい、名作って言われとんのが、じゃあシャワーこれ紹介してもらおうか。はい、それは何？これは何でしょう？逆でれん、逆で意識、何でしょう？分かる人？え、はい、おお、エンジンです。え正解。違うんや、違うんや、違う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 、ちょっと待って、そういうことを言うとんじゃない。まあエンジンは名作なんだけど、この V エンジンも名作の話なんや、うん、これもそうなんだけど、そこじゃなくて、うん、このタグ見てほしいんだけど。あ、タグね、うん、これ、あの 3D エンブレム、うん、はい、あ、これかの有名な、そう、これめちゃめちゃ人気高いな。今ハーレーが流行る前から、ハーレー好きな人とかは 3D エンブレムの T シャツありますかって言ってくるぐらい、 3D エンブレムっていうのが人気高い。通じゃな、アパレルの、うん、古いんですか？これは古いのもあるし、まあ至ってそこまでもうなんか、まあ一応90年代とかもあったりするから、全然その古いのもあるしっていう感じなんやけど。じゃあ、若菜これ紹介します。はい、おいおい、一番ええ、何でしょう？俺はもうこれはやばい、もう見たまんまやな。アメリカ成長期、はい、確かにアメリカ成長期はい、じゃあないね、そこじゃないよ、見たまんまなんよ。1、あ、まあ惜しいんだけど。そうやな、一応ナンバーワンロゴって言われてる。ナンバーワンロゴ、ナンバーワンバイクブランドやった。やっぱこれは AFM って会社があるんやけど、アメリカに大きい大手の、あの機械企業っていうかな、うん、うん、があって、そこの傘下にハーレーが入った時に使われとったロゴで、これは大体何年代まで使われとったの？これ何年代まで使われた？何年代まで使われた？何年代ですか？おいおい、帰ってきた、帰ってきた、まあこれは、うん、70年代から80年代まで、そう、約まあ10年ぐらい使われとったやつで、これはほんまに古着好きの中ではもうダントツ人気。そうね、うん、もうあの 3D エンブレムとか、まあハーレーが好きな人とか結構好きだったりするんやけど、うん、この辺に関してはもうあの古着のアメカジ好きとか、もうヴィンテージ好きの人が好きなアイテムにもなる。うん、うん、これ後ろもめっちゃかっこいいっていう、これいい、そう、こんな感じでシンプルなんやけど、うん、これボディがちなみにチャンピオンですね。チャンピオン、これチャンピオンのバータクだから、うん、あの年代が判別しやすいというか、まあ、はい、そうそうそう、そういうとこもまたポイントで、黒っていうのもまたこれいいね、これなんで、はい、まあ、タグが違うからハーレーじゃないっていうわけではないっていう話、うん、ヴィンテージになると、はい、うん、はい、はい、で、他にも人気なラインで言ったらここかな。ここじゃあちょっと3人持ってもらおうか。うわ、はい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 、これ何のやつでしょう？何のキャラクター？ルーニーチューンズです。うん、ですよね、そう、ルーニーチューンズな。ですよね、うん、ルーニーチューンズ、あのハーレーはルーニーチューンズとのコラボがめっちゃ多いから、あのディズニーとかはないんだけど、これもそう、遅い遅い、ごめんごめんごめん、全然気づいてなかった。これもで、あ、そう、これだいたいバックプリントある、これだけないんかな。ないです。うん、ちょっと、遅いよ、ごめんって、ごめんって全然気にしてなかった。ずっと頑張っとんだ。おい、これ、バックプリントとかに結構うちにあるやつとかだと、もうあの、いろんなキャラクターが勢ぞろいしとんのが多い感じで、はい、ハーレーはそういうところも結構ポイントになります。はい、はい、はい、よし、じゃあこっからは年代の識別、はい、はい、行きましょう、行きましょう、行ってみよう。はい、これからはハーレーの年代識別について紹介していきます。イエーイ、深いな、テンションがみんな。OK、こっから年代の識別方法紹介していきます。
前にも T シャツの分 YouTube で上げてるんで、まあちょっとそれと、うまいことこうなんていうんかな、なんていう復習してもらって、まあその知識を入れながら、うん、そうそうそう、うん、で見てもらえたらって感じですね、うん、まあ、見てない人は見てよと、見てから来てよと、うん、じゃあ年代の識別方法、まずめちゃくちゃ簡単なところから言うと、T シャツのディティールから。めちゃくちゃって言った今。めちゃくちゃ簡単なところから。めちゃくちゃって言ったよ。めちゃくちゃ。はい。噛んだ？まあこの間のね、あの T シャツの年代識別のやつを。はい。はい、年代の、識別はもう同じことばっかりおる。オウム返し。OK、はい、まず T シャツのディティールから判断していきます。はいはい、はい、T シャツのディティールの判断方法はどこで分かるんでしたっけ。この縫い目ですね。あ、この袖の縫い目。はいはい、ここがシングルステッチかそこまで出てる。チェーンじゃないよ。ダブル。ダブルステッチ。はい、うん。はい。ダブルステッチかで年代がわかります。はい。じゃあシングルとダブルの年代を。シングルとダブルの年代を。はい。シングルの方が古い。うんうんうん。古いです。うん、オッケー。シングルは90年代です。90年代です。惜しい。前です。90年代の前半で、後半からダブル、はい、はい、これで覚えてください。はい、はい、まあ大まかな部分で言えばそんな感じ、うん、細かい部分はもう微妙にあの混在するから何とも言えないけど、はい、うん、まずはそこが一つ。はい、はいはい、じゃあ次、ハーレーの特徴で、ここのタグですね。ここのタグ、このタグがまあちょっと古いものになると刺繍タグのこの USA って入ってくる、ここに、まあここかこの裏に、そうそうそう、ここに入ってくるのが USA。 これがまあ大体90年か2000年の初めとかじゃないのかな。そうやね、まあでも大体大まかな感じなんですけど、この黒タグは、うん、はいはい、そんな感じです。です。で、ここのロゴの種類で結構いろんな種類があるんやけど、古いやつになるとここシール、シールド&バーっていうこれロゴなんやけど、ここのバーの部分が横に長くなります。ここがだけ、このこれで言ったらここのハーレーダビッドソンって書いてるこのバーの部分が横に広くなる。で、なんかこっちの方がちょっと古いロゴか、うん、でこっちの方が短い方が、新しいロゴに近いデザインになってるから、まあその辺もどのロゴが使われとんかで多少の違いはあるかな。まあ復刻というか昔のやつ使っとるのもあるから一概にとは言えませんが、そこも、見てわかるところです。はい、じゃあもう一個わかな、 T シャツの年代識別。コピーライト。お、正解。いいとこ来ますね、お姉さん。コピーライトってあのマークですよね。R、C、C、R。 そうだな。そう、そうだな。コピーライトどこにある。コピーライトは、うん、大体どの辺にある。下にあるんですかね。ん、下、うん、どこっすか。え、これはないです。あるわ。あるわ。ここ、このだいたいこういう絵のプリントのこの端っこの部分とかにちっちゃく入ってます。あの古いやつになったらだいたいこう消えかけとったりするから分かりづらいんやけど、よー見たら入っとんのがあります。この辺にちっちゃくあるよ。あと、ハーレーとかであるあるなんが、この前のここにちっちゃい胸のとこにこうロゴがあって、うん、そこのとこにコピーライトがあったりもする。うん、うん、
だからコピーライトの位置って、まあ、大判のプリントの位置だけじゃないところにもあるんやけど、それを見てもらったら、大体こう1998とか、1989とか、こういろんな数字があって、大体その書いてある数字が、その通りの年代になります。はいはい、はい、だからコピーライトがあったら一番簡単やな。そうだね。でまああと本物って分かりやすいかな、うんうんうん、まあ一応そんな感じがハーレーの簡単な年代の識別方法。そう、まあ 80s とかになれば、うん、そのボディもやっぱ違ってくるから、ちょっと縦長のボディになって、ね、ちょっとサイズ感がちっちゃいものが多かったりするかな、うん、予備知識として。はい、ちなみにここに並んでるT シャツが、ヴィンテージの T シャツですね、タグがハーレーじゃないものです。はい、端っこからセブンティーズチャンピオンナンバーワンです。はい、これめちゃめちゃええな、かっこええ。で、これが、85年のヘインズボディのハーレーになります。これはあれやね、あのツートンになってるやつ、この袖とボディが微妙にちょっと光で分かりづらいかもしれんけど、ちょっとグレーっぽいのとブラック。はい、で、これが 90s の、ヘインズの T シャツです。これも 80s、88年のハーレーダンス。これかっこいい、ドラゴン、うん、これめっちゃいい、めっちゃいい、黒ボディ、うん、で、これがさっきサワかなと思ってたナンバーワンのロゴがついた86年のヘインズボディのハーレーです。はい、はい、一応こんな感じで、ロゴだけじゃなく、いろんな部分を見てもらってヴィンテージにも興味を持ってもらえたら面白いと思います。ぜひ、この機会にこういうのも興味を持ってみてください。この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録お願いします。ビッグマーク、ご視聴ありがとうございました。サーでした。マッチでした。ナオトでした。ヘイチでした。マカロでした。これが本当の袖プリント。せーの、プライドでした。びっくりマーク。